レイトン教授と魔人の笛、これまでのあらすじ。ジェイクスに捕まったユラたちの無実を晴らすため、廃工場へと乗り込んだレイトンたち。その奥で魔人の正体を目にしたレイトンたちは、囚われたユラとラグー氏のもとへ急ぐのだった。第10章、暴かれる伝説。そうですね、ユラさんとラグー氏が今疑われてるわけですから、さあユラたちを助けに行くんだ。ユラさんとラグー氏は警察署にいるんでしょうか。きっとそうですよ。急ぎましょう。本当の魔人はこれだと奴らに見せてやりましょうか。大変だ。お、クロー。クロー、どうした？こんなところで何してるんだよ。今大広場にユラたちが捕まってる。早く助けに行かないと処刑されちゃうぞ。はあ、今から処刑を行うつもりか。え、急ぎましょう、レイトンさん。何、ユラとラグーシ、まあラグーシの処刑か、おそらく。ああ。俺たちはトニーに渡されたメモの内容を実行するから、あんたたちは大広場に急いでくれ。これは急がなきゃいけねえな。レミ、ルーグ、私に考えがある。これから言う通りにしてくれ。お、ここでレイトンさんの策が。はい。任せてください。まあでもおそらく、あの工場で見た、その魔人とやらを、まあここに連れてくるんだろうな。それで、ラグー氏じゃなく、本当の魔人はこれだと、みんなに見せつけるんでしょうね。さて私は先に大広場へ向かわなければ。そうだよね。ユラとラグー氏が危ない。あ、あれは？あ、話してください。ラグー氏は街を壊したりしてません。てか、グロスキー警部もいるじゃん。何黙って見てんだよ。ははは、罪を犯した者は皆そう言うよ。私はやってませんとね。しかしこのでかい図体が何よりの証拠。一瞬で建物を壊せるのも、うなずけるというものだ。まあ、いきなり、何のね、他に何の手がかりもないまま、これだけ見たら確かに疑っちゃうかもしれないが、そんな。でもね、皆さん、みんな両親にそれを問いかけてますよ。そんなことすると思いますか？そしてそれをお前がこの笛で操っていたんだな。違います、それは。うむむ、こんな痛いけな少女が街を破壊していたとは。いやいや、グロスキーさん。え、嘘信じてんの？人は見かけによらんの、うむむ。あなた流されすぎだよ。子供だと思って優しくしてやったが、こうもうるさいとかなわん。踏んじばっとけ。まあ、魔女って言われてんだもんな、この街では。やめて、何をするの？やめなさい。その水流ラグー氏は魔人ではありません。おお、レイトン。今すべての真実をここに明かそうではありませんか。なんだ君かね、レイトン君。邪魔すると君も同罪だよ。魔人としてこの街を壊してきたのはラグー氏ではありません。なんだと？いや、正確に言うならば、ラグー氏は魔人の一部と言わねばなりませんね。一部？あ、だからその魔人とラグー氏が戦って、で、それで街が壊れてたんですよね、多分ね。まあ、だからこう、二人の体が合わさってそういう風に見えちゃってたってことか。つまり本当の魔人は別にいます。我々は工場で見つけちゃいましたよ、ジェイクスさん。何を今更そんなこと。じゃあ魔人の正体は何だと言うんだね。言っちゃっていいんですか、ジェイクスさん。ではこれからここで本当の魔人の正体をご覧に入れましょう。やっぱ連れてくるんだ。いや、どんな感じなんでしょうね。これが魔人の正体です。お、お、すげえ。ルーク操縦できちゃうとか。
あーでもあの赤い部分とかね、確かに。これとラグーシさんの体が合わさって、これは土を掘削して宝を掘り出すためのマシーンです。ほうほう、なるほど。なぜそんな機械がここにあるのか。やっぱ黄金宮の発掘でいろいろやってたんだろうな。ん？宝を掘り出すためのマシーンだと？なんでそんなのがここにあるんでしょうね。ルーク、なかなかの操縦だったよ。いや、上手でしたよ。ありがとうございます、レイトンさん。これはこの町のどこかに眠ると言い伝えられる黄金宮の在りかを探すために何者かによって作られました。その人物はこのマシンを使って町の至る所を掘り返し、伝説の黄金宮の入り口を探そうとしました。それによって町の地殻構造は徐々に破壊され、町には地盤沈下などの異常事態が引き起こされたのです。水流ラグーシは町を壊すどころか、町を守るために採掘機を止めようと襲いかかったのです。そういうことだったのか。魔人を目撃したという人々は深い霧の中でその両者の戦う姿が暴れ狂う魔人の姿に映ったのでしょう。何しろ町は魔人が現れる時には決まって極めて深い霧に包まれていますから。しかもその霧を出してたのもその真犯人というか、この霧もこの事件の首謀者によって仕組まれたものです。そうですよね。しかしその霧が私たちを魔人の正体へと導くきっかけとなりました。霧が？霧を人工的に発生させるには多くの水を必要とします。その人物はこの町にふんだんにある水路の水を使って霧を発生させていました。だから水かさが減ってたのか。魔人の正体を隠すためには町を霧で包む必要があったわけです。私の隣にいるこの少年ルークはこの町の水路が魔人が現れる日には決まって水かさが減っているという法則性に気づきました。それを聞いて私は魔人伝説が何者かの手によって仕組まれているという事実にやっとたどり着くことができました。少し時間がかかってしまいましたが、まあそしてその首謀者が誰かということですよね。次は町に立ち込めるノーム。霧は魔人の正体を隠すため水路の水を使って人工的に作られたものだった。魔人が現れる夜に発生する霧は機械で意図的に発生させられたものだったんだよ。魔人の正体とは、魔人の正体はミストハレイに隠された黄金球を探す科学者の男が使用していた採掘機だった。ほう、科学者の男。本当の魔人は黄金球の発見のため、地下を地下を掘削していた機械だった。はあ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 。なるほど。まあ、その科学者の男がジェイクスさんと喋ってたあいつですかね。そういうことだったのか。それで誰なんだ、この偽りの魔人伝説の首謀者は。その人物は黄金宮の秘宝に魅せられ町を破壊してまでも黄金宮を手に入れようとした、まあ、その人物こそ、ジェイクスさんは、まあ、この魔人伝説の全てを裏で操っていた人物。それはあなただ。何を言うんです、レイトンさん。私が。怪しいとは思ってたけど。冗談はよしてください。まさかあなた。あなたはトライトン夫人を人質にしクラークを脅していましたね。でもなんか、まあクラークさんはこの人に監視されてる感じはありましたね。そしてクラークをこの一件のあらゆることに協力させていた。ジェイクス所長、あなたもまたドーランドと共に黄金宮の魅力に取りつかれてこの事件を計画した協力者の一人ですね。この二人の仕業だったと。
はあ、ちょっと意外でしたけどね。私が首謀者などと何のことだかさっぱりわかりません。この人はさ、まあ、ルークさんに言われて、まあ、警察にね、まあ、預言者としてさ、いろいろ伝えてた人だとは思ったけど、いや、でもさ、まあ、いいや。そうですか。では説明しましょう。なぜ私があなたの正体に気づいたのかをね。ん？今お話しした通り、ルークは水路の水かさによって魔人の出現場所と日時を予言していました。そうでしたよね。それをルークは全て自分のメモに記していたのです。しかしそのメモに記された魔人の出現場所にはいくつかの間違いがありました。彼の情報源となっているある情報屋のミスによってね。あのネズミのトッピーの。ですが不思議なことにルークが間違いの予言をしていた日も無事住人たちは避難することができたのです。ルークはあなたに間違った場所を伝えていたはずなのに。そうです。ああ、そうだったんだ。ドーラノさん、あなたはルークの情報などなくともいつどこに魔人が現れるかを全て知っていたのではありませんか。ああ、なるほど。その事実からレイトンさんはドーランドさんが怪しいとなったわけですね。まあジェイクさんが怪しいのはまあ言わずもがなですけど。あなたは住人たちに怪我をさせないためではなく採掘マシンを目撃させないためにこの情報を住人たちに流していたのですね、ルークの予言と称して。さすがだな。お、エルシャール・レイトン、噂通りの男だ。この人おそらくドーランドさんじゃないぞ。あのジェイクさんと喋ってたやつじゃないのか。教授、教授が言われた通り、クラークトライトンの屋敷の地下に羊のドーランドさんとトライトン夫人が捕らえられていました。私の手で助け出して安全な場所に保護しています。そういうことだったのか。正体を表せよ。つまりあなたはトライトン家羊ドーランド・ノーブルではない。一体あなたは誰なんです？そこまで見破っていたとは感服するよ、レイトン。誰だお前は。おい、話が違うじゃねえか。あんたバレないって言っただろうが。おお、ジェイクさん仲間割れかい。見苦しい男だな君は。ジェイクス、お前がアランバード氏も殺したんだな。え？まあね、だってそのさ、いろいろおかしかったもんね。それは違う。確かに俺が殺してもよかったんだが、俺がやったのは偽の衣装を作ったことだけだ。あれ？じゃあなぜ死んだんだ、アランバードさんは。全てをクラークに任せるとな。奴の死は検視では完全に事故だったんだよ。あ、じゃあ本当に事故死というか。しかし俺たちはそれを利用して町を支配する計画を立てたんだ。ふん、お前のような低俗な小物と組んだのがそもそもの間違いだったと言うべきだろう。実に残念だ。ひどい言われよう。何？そしてレイトン、君の知力もなかなかのものだ。楽しめたよ。何ですか、もうここまでやられることも想定済みだったということですか。そこまでの余裕、あなたは。お前は何者だ。うん、私の名はデスコール。あえて自己紹介するならば、高き志を抱いた一科学者とでも言っておこう。デスコール。デスコール、初めて聞くな。それにしても残念だ。どうやらこの町には伝説の黄金球など存在しなかったようだ。おお、探したけど見つからなかったから。とんだ無駄惚れだったよ。
こんな無意味な町には町ごと消えてもらおう。おい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 、うわ、いっぱいいたのね。おい、ちょいとまずいことになってきたぞ。おい、こういうということ、ジェイクさん、神の、おい、ひでえ男だな。ルフ、危ない。デスコールさん、ちょっとやりすぎでは。お、なんでそこまでするんだよ、この町に。みんな、急げ、こっちだ。この町に何か恨みでもあんのか。いい気味だぜ。まあ、ちょっとラグーシがかわいそう。ちょっと、さて、これからが本番だ。うわ、何を企んでやがる。うわ、合体すんのか。これはちょっとなんとなくワクワクはするが、お、ダメだ、ラグシにかなわないよ。これが魔人と呼ばれるにふさわしい姿だ。そんなちっぽけな水流ごときが魔人などとは笑える。うわぁ、くそぉ、なんとかならないのかこれは。教授、まずいです、このままじゃ。いや、でもあんなでかいメカに何しろと。どうするんですか、レイトンさん。私があの機械を倒す。君たちは町の人たちと一緒に安全な場所に隠れていたまえ。レイトンさん、あと何でもできるんだな。ダメです、助手としてそんな危険なことを教授だけに任せられません。いや、でも町の人たちの避難も大切なことですよ。そうです、僕だってこのまま引き下がれません。これ以上町に被害が出る前に私はあの機械の足止めをします。しかしレミ、相手はあの巨大なメカだぞ。あの4本の足を何とかすればきっと動きを止められますよね。まあ確かに、俺でも機械とか得意なんです。私、任せてください。あ、できるの本当に。レミ、レミさんが足止めしている間に僕はラグーシと一緒にあいつの気をそらします。いや、ルーク、それどうなんだ。しかしルーク、ここは僕が育った町なんです。止められたって言うことは聞きません。ああ、でも確かにそうだな。むしろこの町の、この町に住んでる人たちが一番こんなの嫌ですもんね。どうしたらクロカラスも協力してくれるかもしれない。ラグーシだってきっと僕と同じ気持ちです。クロ、そこにいるんだろう。ここに来て私たちに協力してくれないか。熱い展開が来たな、これな。クロカラス、クロカラスの面々よ。トニーからメモは預かってるぜ。あなたには全てお見通しだったってわけか、英国紳士さん。ふふ、君たちに手伝ってほしいことがあるんだ。お、いろいろチェックできんぞ。私はこの機械の足を破壊して動きを止めればいいのね。あ、それぞれの、それぞれの、これは謎138、配線切断。配電盤が強化ガラスで保護されている、防護されている。電線を切ることができるのはメンテナンス用の窓に見えている3本の電線だけだ。A と F の端子を結ぶ線を切れば機械の動きを止められるが、それ以外の線を切ってしまうと暴走の恐れがある。さあ、どの線を切る。そうだな、これはちょっと一個一個見ていかなきゃいけないですね。ちょっと微妙ですね、これ一個じゃないよね。まあ、上は確実だとして、いや、微妙なんだよなこれ。ちょっと俺がこういうの苦手だっていうのもあるんですけど、多分下かな。
え、なんかミスりたくないですけどね、ここでね。行きましょう。レミさん、私の実力任せたぜ。見せてあげます。よっしゃ。全ての謎は気合で解決。まあ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 、最後は2択だったので、上と下2本の線を切る必要がある。 A と F を結ぶ線はメンテナンス。ああ、なるほど、わかりやすいな。こう見るとわかりやすいな。A と F を結ぶ線はメンテナンス用の窓を2回通っていたのだ。途中で分岐もあって、実にややこしい。本当にぐにゃぐにゃでした。やった、これで1つ目の足が止まった。次はあっちの足を。あ、なるほど、レミさんは全部止めんのか。これ魔人の動きが少し遅くなった。今度はこっちの足を。え、どのスイッチを押せばいいの。謎139、緊急停止スイッチ。機械の動きを止めるためスイッチを押して電流の供給を止めてしまおう。装置の上部にあるランプが通電を示している。ボタンを押すとどれかのランプとその左右のランプがオンならオフに。オフならオンになるようだ。大急ぎでボタンとランプのつながりを推理して全てのランプを消そう。これまず押してみなきゃ分かんないな。あー、そういうことか。え、でも左右のランプが消えてるってことは A はじゃあ2ですね。 B は3、 C は4ですね。D は5、 E は1だから、ってことは2と5押せばいけるね。2がどれだっけな。5は D で、2が、よし、ここが腕の見せ所です。これで2つ目やりました、教授。内部では図のように1つずつずれてつながっていたのだ。よし、いいよいいよ、うまくいったの。ほっとしてる場合じゃない。急いで次の足に取り掛からないと。ルーク君たちは大丈夫かしら。お、一方その頃ルークは集中。そう、ラグーシュと一緒にあいつの気をそらしていたというか、おとり役ですね。ラグシ大丈夫だね。ヒュイー、攻撃が来る。僕が指示する方に避けて。クオーン、謎140、攻撃を予測せよ。65ピカラット、これはクソムズじゃないのか。採掘機の、攻撃を15発目まで分析すると。下画面のようになっていた。分析得意だからな、ルーク。次はどこを攻撃してくるつもりだろう。どうやら規則的に攻撃位置を決めているようなのだが、次に攻撃してくる場所をタッチして答えてほしい。はあ、なるほど。1発目、2発目、3発目。16発目がどこに来るかですよね。順番的には左上か上から始まって、で2つ隣の右に 2発目が来てますね。で次は 1,2,3 離れたところに俺、あれだな、多分左から順にこう左から右に流れるっていう流れですね、これね。で右端まで行ったらまた左まで来てっていう、で上から下に流れてる。で2発目は間に1発挟んでるというか間に1空間挟んでますけど、3発目は
2つ間隔離れてて、で4発目は3つ離れてる。そんな感じだねこれね。4発目で5発目が4つ離れたとこだから、そういう感じで計算していくと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、離れて15。あ、また15だね。おそらくここです。この答えどうですか？まあ、おそらく俺が言ってること大半意味わかんなかったと思いますが、俺は分かってたので、俺だけにしかわからないような言語で今喋ってたので。正解、一番右の列上から2番目が次の攻撃位置だ。1発目と2発目の間隔は2、2発目と3発目の間隔は3と、間隔が徐々に増加していたんだ。そうそう、それそういう風に説明すればいいんですよね。これ一番分かりにくい説明の仕方をしてましたが、これで全部。レミさんは大丈夫かな。一方レミさんはあと2つか。いや謎だらけだな。魔人の動きが鈍ってきた。あともう少しで、ルーク君とラグーシが気をそらしてくれているうちに魔人の動きを封じないと。端子をつなげ、装置の注意書きによれば、上部の配電装置の2つの赤い端子をつなぐように、配線すれば装置は止まるらしい。ただし電線の埋め込まれたブロックの4つの端子の色が全て同色の端子とつながれていないと停止機能は働かない。あーなるほど、まあ要するに何となく言いたいことは分かりました。来ましたね。どうでしょうか。見せてあげます。いやーちょっといろいろ、全ての謎は気合で解決。途中ごちゃごちゃになっちゃいましたけども、正解、赤い端子がつながった。これで魔人の足が止まるはずだ。あと一つか。よし、これで動かなくなったはず。残る足はあと一本ね。これがラスト。あとはこの足を止めれば魔人の動きが止められるはず。よーし、やるわよ。暗号スイッチ。この配電盤には緊急停止スイッチが備え付けられている。ハテナに入る図形のボタンを押せばよいらしい。なんじゃこりゃ。図形はある規則で並んでいるというのだが、さてどのボタンを押せばよいのだろうか。五角形ですね。まだ法則性わかんないな。まあなんか形が似てるやつが使われて作られてる。そうなると、まあ、右上のやつなんてね、あの M 字型のやつとあの丸を使って組み合わせて作られたやつですもんね。
ただその組み合わせがどういう法則で行われているのかっていうのがよくわからないのですが、あー待てよ、分かったような気がする。三角形か。まあ、例えばここの図形だったらこれとこれを組み合わせたものがここにあると、これだったらこれとこれ組み合わせたやつがここに来てる。そんな感じですね、おそらく。そうですね、おそらく。となるとここに来るやつは、こことここ組み合わせたやつになるから丸と三角、丸と三角が組み合わされたやつ。となるとこれだ。教授、期待しててください。こんな謎、イチコロです。正解。図形の並びをよく見ると正五角形の一つ置いた角にある二つの図形がその反対側の辺にあたる図形に合成されている。この説明だけ聞いてもよく分かんなそうだけど、丸と三角が組み合わさったボタンが緊急停止ボタンだ。まあ何にせよこれで止めましたね、全部。これで魔人の動きが止まったわ。あとは教授が何とかしてくれるはず。黒カラスのみんなを集めてくれたかな。ああ集めておいたよ。それで何をする気なんだい。あの機械を倒すための武器を作るのさ、手伝ってくれないかい。武器、いいぜ、ここは俺たちの町だ。あんな奴に好きにはさせないさ。よし、これを見てくれ。急いで書いたから荒っぽいが。ん？これは面白そうだ。これを組み立てるための部品を町から集めるんだ。まずはこれだ。ここに使うのは漁師の網、ボート、レイトンの帽子。あーでもなんか箱っぽいからボートかな。ボートを使うってのはどうだい。そうだね、それを持ってくれるかな。なるほど、この町のものをそれぞれ使ってジャッキーさんの使ってないボートを借りてくるよ。バジャー行くぜ。はいはい、あたいたちも手伝うよ。ありがとう、君たちにはこれを見つけてほしい。ここに使えそうなのは、これに合いそうなのは橋桁はないでしょうし、電柱、はしご、あーどうなんだろうな。電柱はないだろう。はしご、はしごかな。橋桁ってなんだ。橋桁はないだろ。多分はしごか電柱、まあはしごかな。はしごなんかどう。それならぴったりだ。どこかで見つけられるかな。それなら警察署で見かけたことあるよ。ここ行くよ、急いで持ってこよう。順調順調、おいらも手伝うよ。何でも言ってくれ。ゴン、これに使えそうなものは何かな。素材になるからうんと重い方がいいんだが。そうだね、崩れた家の柱、レンガ、オイラ。まあレンガよりかは崩れた家の柱の方が重そうだな。まあオイラはまあないとして、家の柱なんかはどうかな。そうだ、それなら重さも十分だね。これは本当に正解なのか。
わかった、それじゃあそこの崩れた家から借りてくるよ。モノリーに手伝ってもらえば簡単さ。さあ行くんだ。ああめんどくせえな。でも町を守るためならしょうがねえ。お、ウチックもやってくれんのか。それで何を探してくればいいんだ。ウチック、ここの、この部分に使えそうな何かを知らないかな。横長の板みたいなものが欲しいんだ。横長の板のようなもの、店の看板、柱時計、店の看板かな、道路標識、あ、店の看板でしょ、ま、店の看板なんてどうだ。なるほど、看板ならちょうどいいね。見つけられるから、まあ、一番形的にしっくりくるのかね。さっきパン屋の看板が倒れてたな。あれを持ってくりゃ大丈夫だ。早速頼むよ。めんどくせえけど行くとするか。おいルイス、俺たちの出番だぜ。さて私も足りない部品を見つけてこなくては。お、あとはじゃあそれは、なんか透析機っぽかったね。持ってきたぞ。これで全部だ。ああ大変だった。さすがに今回はめんどくせえなんて言ってられるほど余裕はなかったな。必要なものは揃ったようだね。クロ、それにみんな感謝するよ。何、礼を言うのはこっちの方さ。絶対にあいつを止めてくれよ。ウロカラスのみんなが手伝ってくれたんだ。これは絶対に成功させなきゃいけないな。あ、必ずね。よし、レミとルークが足止めをしてくれている間にこれをうまく組み立てなければ。あいつはもう動けないはずだから、あとはやっぱ透析機か。当てるだけだな。集めた木材で透析機を組み立て始めたが、加工した部分の組み合わせ方が分からなくなってしまった。 A のパーツを中央の図で示す位置にそのままの向きで使用するとしたら、あーなるほど、はいはいはい。他のパーツはどの位置になるだろう。他のパーツは回転させても構わない。それぞれのパーツの丸印と正しい位置のバツ印を線でつなごうと。そしたら一番まあ分かりやすいところからいきましょうか。まああの形的に言ったらまあこうでしょう。でそうなると、かな、まあまあいい、これで多分いけるんじゃないでしょうかね。実にいい謎だ。よし、さあ起動だ。全ての謎に答えがある。ぶち当ててやろうぜ。正解図のように組み合わせるんだ。さあ攻撃開始だ。ルーク、うまいこといくのか。うまいこと引き寄せて、もうあいつはもうまともに動けねえからな。あ、なるほど、ルークたちは離れて、うん、そういうことか。そんなものが当たると思うか。お前たちの足はもう動かねえんだよ。今です。ああ、今です。まるで孔明のごとく。お、完璧。ボロボロですね、デスコールさん。やりましたよ、レイトンさん。あなたが合体してくれたおかげで。いや、まだのようだ。まだ動くの。何、せっかくバラバラにしたのにさ、もう一発これ。教授、再生しています。ガチが開かねえぞ。うわ、あぶねえ。あれ、ラグーシがどっか行った。ラグ
グーシラグーシなんかすんのか。おやばい、このままだとこのままだとまずいぞ。ラグーシ、あれそれってダムじゃない、まさか。あいつは何をやってるんだ。そうか、撤回させる気か。みんなダムを手伝うんだ。何をしようっての。水門を壊すんだ。なんで。町を守るためさ。水がなだれ込むぞ。え、俺を信じろって。おとりになってる俺たちが。あぶねー。そうだ、こっちに気を引かせておいてだ。その間にこの音は。いや今回はむしろラグーシとさ、黒カラスの面々に助けられ、お、いやいや、これどうやって逃げろっていうの。こいつらもそうだけど、俺たちも危ねえぞこれ。よし、ギリギリセーフ。うわ、何が起こったんだ。そうだよね、多少ぶっ壊れてたから、その部分が水でぶっ壊れたんですね。やっつけた。ラグーシに助けられたようだね。幸運だったな、レイトン。しかし覚えておくがいい。決してお前は私に勝つことはできない。最後には必ず敗北することになる。必ずな。教授はあなたなんかに負けませんよ。威勢のいいお嬢さんだ。レイトン、なぜ君が私に勝てないのか、その理由は宿題にしておこう。まあ確かにな、レイトンさんの策はあいつには通用しなかったわけだから。何者なんだ。不思議だ。彼にはどこかで会ったような気がする。どこかで知ってる人なのか。アラン・バード氏の死因。事件の目撃者であるクラークによると、アラン・バード氏以外の人影はなく、事故で間違いはなかったようだが、遺書はジェイクスの手によって捏造されていた。まあそうだよな。いくらなんでもクラークさんにさ、クラークさんにっていうのはおかしいもんね。普通だったらその自分の娘たちに財産は残すはずだから。ジェイクス所長は自分の都合のいいように事件の事実を書き換えていたようだ。神に選ばれし男、ジェイクス所長は、そうですね、自分の都合のいいように事実をねじ曲げ、意図的に、解決の状況を作り出していたからだったんだね。